写真は、思い出を残す。カメラに触り続けていると、本当の思い出とは何か、忘れそうになります。ストーリーのある写真を、もっともっと撮ってみたい。ゆっくり映像学区、写真と旅のシリーズです。やってきたのは、東京、浅草。約10年前、古風な景観の隙間から、スカイツリーが覗くようになりました。季節は夏。人力車の車輪も揺らいで見える、熱々の猛暑日です。水分補給を忘れずに。今日は、以前モデルをやっていただいた、ゆうさんと、行動を共にします。夏っぽくていいっすね。東京オリンピック、開会式の日。ザハトラ三脚持ちの報道陣も多く、静かながら熱気あり。戦争時を奥に見通す、仲見世通り。眩しい青空と、朱色のコントラストを感じながら歩きます。逃げる素振りを見せない、度胸ある鳩が居座っています。挑発的だこと、U3 に1835で狙ってもらって。楽しそう。浅草は、夜景もムードがあっていいそうです。また動画を企画したいですね。地下鉄は、ちょっとおしゃれ。東京レトロというボカロ曲を聴きたくなります。ずっと遠い未来だと思っていた2020年は、気がつけばもう通り過ぎてしまいました。1年巻き直したカウントダウンは、東京駅で大勢の人に見守られています。この日、東京オリンピックの開催を祝って、6機で編隊を組むブルーインパルスが、入間基地を飛び立ちました。5色のカラースモークを焚いて、東京都心をぐるりと回ります。ぜひ見たい。少しだけ曇ってほしかった。でも、あんまり上雲ないからいいかも。やりやすいね。ちょっと あんな雲欲しかったです。あれいい。あれ、もうちょっとこう、こっち。コンディションの微妙さに、軽く苦笑いしつつ。苦笑い。あとは50、100が。50、100って言ったら完璧だよ、APS-C。日本のアパレル、じゃなかった、日本のレンズメーカーシグマの、黒光りする製品が勢揃い、レンズオタク的にテンション上がります。機体を待つ人は、徐々に増えてきました。スマホを構える人、サンニッパを構える人、ただただ空を眺める人、十人十色です。あたりはまだ騒がしいんですが、不思議なことに、機体通過2分前くらいになると、急にシーン、と静かになるんですよね。みんな空を見上げて黙ってしまう。浅草とは思えない、異質な空間でした。この動画を共有するのは、撮影のテクニックを見せたいから、ではありません。この隅田川沿いで、大勢の人がブルーインパルスを見送った。その光景の一体感があまりに心地よく、印象深く、皆さんに知ってほしかったからです。電車のバッパーが切れるまで追いかけ続ける。機体は東京駅に向かって遠ざかっていきました。遅れてやってきた東武の電車を横目に、私たちはそっとカメラのプレビューを開きます。1964年には見られなかった新しい東京を感じて。Thank you.